どうも皆さん、キミ F です。積みゲーをクズキャスとして、モノミスですかね、読み方は。遊んでいきたいと思います。こちら、結構前から、キングズフィールドライクのゲームとしてね、紹介されてたんですけど、やっとアーリーアクセスで遊べるようになりましたので、ね、ちょっと遊んでみたいと思います。で、ちらっと、起動と操作確認で遊んだんですが、とりあえず、どっかの、王族が、ダンジョン攻めに行って帰ってこなくて、私はその息子なんで探しに行くみたいな感じのストーリーだった気がする。その割に荒々しい顔ばっかりなんですけどね。この人はあれですね、軽い感じでいいですね。これかな。はい。で、一応、ここに4ポイントいけて、とりあえず、ストレングス、エンデュランスかな。で、スキルポイント。最初適当にこのアスレチックに8振ったらめっちゃ足速くなったんで、足は速いに越したことないんですけど、あんなに足速くなくていいから3ぐらいでいいかな。相談ダックス。攻撃力は欲しいよね。マジックがどんなもんかわかんないからね。ステルス、サーチ、ロックピック。盗賊系のスキルも欲しいんですが、アーチェリー、弓も使いたいけど、まだわかんないからね。一応体力もあった方がいいから。とりあえずこれで。で、私は、これで行きましょうか、とりあえず。アーリーアクセスなんでね、最後までは遊べないはずですから、ダラダラっと遊んでっていうふうに思ってるんですが。As the sun sets on the empires of mankind and civilization crumbles under great storms ravaging the world's surface, the people of Arrieth retreat to the underground. 地下に潜ったと。Amidst the chaos of this dying world, your father, King私Theoden の親父さん III, が sent an 王様ってことは、expedition to 私the も王族なんで fallen すよね。fortress これはキング city スチュートof シリーズは Lysandria. 基本そうですからね。It is said that within the ruins of the それを多 fortress 分 lies the 踏襲してるんだ primeval と思いますけ seed, ど。a divine gift that may calm the gods' anger and put an end to the roaring thunder in the sky. Spearheaded by your own brother, the expedition hoped to retrieve the sacred 私の兄弟object, たちも行ったっぽいんbut ですwas けど。never heard of again. Against your father's wish, you decide to travel to Lysandria yourself. 私自身がやってこいと。Find your brother and retrieve the divine gift. But beware. The ancient fortress is not as deserted as it seems. この太古の砦とやらに行くんですね。チラッと見たときにここ全部飛ばしたんでね、今のやつが確かスチームの、あらすじ通りに書いてあったやつと大体同じだった気がする。ラーン。ということで、なんかとっ捕まったんでしょうね。Finally, I thought you would never wake up. ほら、なんかやたら重いな。さっきこんな重くなかったんだが。They hit you on the head. Pretty nasty. At first, I thought they'd killed you. はあ。You are in Outer Lysandria, or at least what's left of it. It looks like some of the wasteland tribes took a liking to the place and decided to raid it. I am Goron. I used to be a guard around here. At least until we were attacked. Now I'm just a prisoner. Guess I shouldn't complain though. After all, I am still alive. はあ。
But right now, I am more concerned この人の話も飛ばしまくってたんで、今ちゃんと聞いてます。はい。Well, I would hope so, unless you want to end up on a slave market or worse, なんかスピーチみたいなやつもあったから、話術も上がると思うんで、ってことは回復するか、会話をする機会があるんでしょうけど、ここ以外にも。Lysandria is full of hidden passages, quite useful during a siege, believe me. Now, there's nothing over here, but your cell is the last in the block. Search the walls. There's a way out. And if you find it, don't forget about me, all right? Ah, まあいい、ありがとうよ。で、ですね、ちょっと待ってください。で、このゲーム自体が、コントローラーはサポートはしてないんですが、いつものごとく私はモンゴリアンスタイルでやりたいので、無理やりジョイトゥーキーとあと古いコントローラーだと認識されなかったので、なんか重いな。なんかやたら重いな。大丈夫かな。あれなんか重くなっちゃったな。さっきなんとかなったんですかね。まあ古いコントローラーだと認識されなかったんで、それを引っ張り出して使って、やってはいますが、なんかやったら重いんだよな。あと暗いんだよね。明るさを変えるオプションがなかったんだよな。で、どこだっけかな、どっかにあるんだよな、これだ。なんかやたら重くなっちゃったな。大丈夫かな。で、なんか取れるキノコと取れないキノコがしゃがめますと、はい。ああ、直った。なんかやると、すぐ重くなっちゃうのかな。後で設定とか見直したら、その辺変わるかもしれんですけど。で、ロックピック。で、こういうの、こうやって、こうとかできると、はい。多分、なんもないんだけどね。殴って蹴ってとできると、ロックピックを、ショートカットのところにあるからこれを使えと、はいはい。で、これ取れる、はい。で、装備が。てか多分私は素っ裸だ、まあ素っ裸に迎えてて当然なんだけどね。王族なんだから、まあとりあえず剣を手に入れましたよ。ショートソード、ベリーバット、まあいいでしょ。ないよりいいでしょ。トーチね、多分時間があるんだよね。1って書いてあるから本数が。限られてるはず。指輪、一応つけときましょう。せっかくだから。ディア・キミエフ、私宛の手紙ですよね。You took some notes, ha, メモったと。Your friend, R。誰でしょうね。バンですし、なんかこの辺の感じと、まあ、よく最近のゲームによくある感じと言ったらそうなんですけど、なんですけど、ダーク&ダーケストだっけ、あれが話題になる前からこれは開発してたと思うから、たまたま被っちゃっただけかもしれんですが、あ、なんかめっちゃ重くなる ところあるね。で、壊せる。
サンオブジェクトキャンビューファイルウィズアスペルを装置し X を押してで燃やすこともできると。もっと近づかなきゃダメ。はい、燃やせますよと。何も入ってないかな、こういうところ。なんかマウス感度と、マウス感度とあと重くなった感じが。あ、セーブどこでもできるの。オートセーブがさっき試しにやった時のやつなんで、とりあえずセーブしておこう。で、そのマウス感度、これぐらい下げてよくね。で、あ、これでいいんじゃないかな。あん、はあ。で、なんかすごいこのスロットからやるの多いな。あ、違った。あ、あれ、はい。あ、うん、なんか結局重くなっちゃうとこのマウス感度が戻っちゃうのかな、これ。まあそうだよね。あ、レベル2になってますね。これ1個上げられる。うん、割と素早いからバイタリティ上げとこうかな。でこれ2個フラリ振れる。これでいいだろ、とりあえず。あの欲しいシーン、いや分からん。ジャンプ敵か。ジャイアントラム病気持ってそう。どっちかっていうとこの辺はお肉、この辺はあれですね、オブリビオンみたい。あ、壊せませんよと。トーチがもうないぞ。そっちかな。この辺とかもめっちゃオブリビオンのダンジョンを思い出すんだよね。あー、装置が尽きたね。焚き火？You can cook nearby cook next。 あー、こういうこと？焼けたね。サムデリシャス。マジか。ああ、そういうことできる。これね、小川？誰かここでキャンプ張ったんだね。オブリビオンだとキノコも取れるんだが。ああ、またお肉が。ステルスって項目があったから、ステルス級とかもあると思うんだが。
金持ってた。また焚き火や。魚だけど、あ、やだ。弓がないね。魚だけど焼いて食うのかな。そこのスロットに入っちゃったけど、そこのスロットから出すのがあるのかな。これ光ってる。食べれるんだ。でもそこのスロットに入っちゃったね。ここにはないんだよな。こっからかな。ああ、こうじゃない。取れる。あ、ここにも置ける。デリシャス。グロミマッシュルーム、基本的に火通しときゃなんとかなるだろう。焼きすぎると焦げるとかあるかな。マナが回復する。ちょっといろいろやったから細かくセーブしとこうか。だけどそっちも道があるね。その辺のランタンとかさ、ちょっと待って、あ、なんかええ、お酒だ。あー、ちょっと回復とかをどうするのか、セーブしてみて、セーブしといて、バック。あー、じゃあ例えばこれをここにセットして、で、あー、回復してるね。 OK、 そういうことか。で、ちょっと待って、いろいろ試したいのでロードして、さっきので、今軽いんだよね。オプション治ってないよね。治ってるよね。治ってないよね。 0.5 のままだよね。あー、それでこんな感じで、こっから食えるかな。食える。あ、ちょっとずつ回復する。これは、これは、あー、でもだいぶ回復するね。ジェッティングスティックって焼いてもダメなの。これも回復はするね。とりあえずで、あ、これはさ、そういうことではないのかな。思いつきたって書いてあるもんな。バードって書いてあるもんね。いや、一応セーブ2箇所目作って、で、まあいろいろ試して、こんだけは回復したから、こ
このトーチとかは、あ、これ持ってる。間違った。はい。こっちは。ん？人か？お、なんか投げてきた。ゴブリン的な。ウエストランナー。こいつの武器がもらえた。あ、お魚持ってる。オブリビオン感があるな。ちょ、トーチをさ、ボーンしまっておけるね。例えばこうはできないのか。2本目には使える。36、29、29、26、まあ剣の方が使えるけど、なんか、ああ、さっき拾ったやつか。まあ持ってるだけ持っておくか。なんかそのうちお買い物とかできるかもしれんからな。で、売れるかもしれんからな。お魚は焼いておきましょう。ワイプンクッキー、ビフォーイーティング、料理してから食えみたいなこと書いてあるもんね。めっちゃこまめにセーブしとこう。アーリーアクセスだからどういうバグがあるか分かんないですからね。こっち側の前に一旦こっちを探索しようかしら。なんか虫みたいのいるけど、いるだけかな。トーチがないと暗いな。なんかそのうち明かりの呪文とか出てきそうだけど。でもこういうところどころに明かりがあるってことは誰かいるんだよな。さっきのゴブリンみたいなやつがいっぱいいるのかな。マップとか、なるほど。ジャンピング、あ、こういうことできるんだ。 OK。 どんどん進んでいくんだよな。さっきのところ戻ろうか一回。これははしご？内側は？めっちゃ さっきのところかな。繋がっただけか。開かなかったところが繋がっただけか。じゃあ順路はあっちですね。そうだね。じゃあこれ開くかな。今この鍵はまだ ある。これ調べられる。ああ、ポイントレベル3になってる。どうだろうな。どうだろうね。ステルスとか分かんないけど、スピーチとかあんだよね。
とりあえず現時点で欲しいのは、スムヘッダーインカウント判定、バイタリティエンドラ、まあストレングスかな。で、まあ、剣持ってるからね。あるいはこの辺だな。じゃあここと。ここで行こうかな。とりあえずこれそのうち多分手に入るんでしょうけど、で焚き火とかあのセーブのところが同時にあったらそこはもう拠点だな。セーブ、うん、レベルアップか。セーブはどこでもできるんだよなこのゲーム。こういうのが登れるのは割といいですね。で、こっから、完全に初見というか行ってないしな、先に進みそうなので、なんや拷問かな。コップだな、ただの。お、バックだ。You can repair、 リペア、あ、家事ができる。この辺にある。あ、あったあった。耐久度があるな。バリュー。バリュー、ウェイト、ソード、アクス、クオリティ。耐久度とかは、ボトンスピード。とりあえずいいんじゃないかな。シンプルツール、うん、これは普通に鍛冶屋さんのやつ。はい、っていう風に防御できる4と、はい、仕掛けだな、これ。仕掛けで開くやつだ。開いた。スペル。とりあえず分かんないからもらえるもん全部もらっとけっていうので今やってますけど、あっちが開いたのかしら。開いとりますね。スペル、これ、あー、さっき拾ったやつかな。パーソナルレター読むわけではないの。装備するのかな。ああ、はい。え、ちょっと待って、分かんないからセーブしよう。
あーでも何かができるわけじゃないなこれで。トーンハンドマジックキャンコネにドライスペル、スペルを覚えてないとダメ。これもしかして動かすとかかな。あーそういうこと。知らないとダメなのかな。まだ使えないってことかな。重さあるよね。暗いんだよな。お酒もらってこう。パンダもらっとこう。ああこっち側に入ったのか。まとめられないこれ。ああでまとめられるよねやっぱりアイテムは。下があって扉があってか。普通に誰か生活してたっぽいんだよな。こことかでもなんか焼ける？ん？あ、ありがたい。ハーブ。焼かしてくれるんだ。パンは？そのハーブは？病気を治せる。パンはパンのままかな。はい。ロックピックそんなあるかな。使うところなんかあるね。この先にあるな。隠し扉とかがあったりする？それとも全然違うところから来るやつかな？これが閉まるだけか。後でいいや。明らかに宝箱。
どこがつながった？これ初めて来るとこかな。さっきのところか。ああ、はい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 。まだレベルは上がってないよね。暗いが、あ、お前も軽量使ってくる。暗いんだよな。あ、吹っ飛ばせよ。オッケーオッケーオッケー。回復してやがる。硬ぁ。あ、使いすぎ。あぁ、これいつだ、直後かな。さっき調べたところ、時からか、もしかしてこれは。あれ、私の絞りかすかな、もしかして。そうっぽいな。そういうダークソウル要素もあり。結構減ってるから、やった後からなんだな。ヘリで届けを刺した。腐ったパンかな。暗いなぁ、やっぱり。トーチがないとダメか。でもトーチ消耗品だろうからな。これが何だっつうの。いや、とりあえず今回ここまでにしとこうかな。これ一応セーブだけして、では、バグを伝えるとかあるわ。では今回ここで終わりにしたいと思います。どうもお付き合いいただきありがとうございました。この感じいいんだけどね。ちなみにバージョン、あ、アーリーアクセスの 1.0B と、まあ、アーリーアクセスだからどんどん多分どんどん変わっていくんでしょうけど、とりあえず、まあ、たまに遊んでみようかなと思いますので、じゃあお付き合いいただきありがとうございました。